キンプリヘイヤー仕様、最後のごち、でリアル尊敬する先輩山下智久は語られるのか、地上波では、存在抹消。し忖度タビュートをやメジャーに、日テレ、グルナイ、登場の行方。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 5月18日のぐるぐるナインキナインぐるナイ日本テレビ系は放送前から多くのファンの注目を集めている。同番組には QNG&OPS の平野市用26が同番組の恒例企画ごちになります。2ゲスト出演すると告知されているからだ。 平野さんは5月22日にキシユタさん20、七神宮寺グーユタさん2 5とキンプリを脱退しジャニーズ事務所からも退場しますキシノミアキ退場。そのため、キンプリの平野さんが単独で出演するバラエティ番組は今回がラスト。多くを語ってほしいところですが、憧れの先輩について本当にちゃんと話してくれるのかについてだけは少々不安な人も多くいるようです。 女性誌ライター。予告 VTR では、先輩についてこんなやりとりがあった。番組レギュラーで平野の先輩であるニュースの増田ダ・久36が自分こそが平野が一番尊敬している先輩と自信満々に言うも、いや違います。とばっさり切り捨ているという場面だ。 この場面で別の先輩の名前を挙げるのかも、そう考えているファンの間では。 グルナイの予告紫陽くんのお顔しか見てなくて内容わかってなかったんだけど山 P ピーがいない今尊敬してる先輩誰っていうのかとても気になる山 P ピーが退場して紫陽くんから尊敬する先輩聞かなくなったよなぁ尊敬される側になったっていうのもあると思うけどグルナイ予告見ただけでテンションが上がるパーティーの顔ほんま嬉しい簡単ふ 潮君の尊敬する先輩って山 P のことかなと、2020年10月にジャニーズ事務所を退所した山下智久38を連想するファンの声が多く寄せられているのだ。四角平野の憧れの存在だった山 P だったが、退場後はめっきり触れなくなったが、平野は山下を何度も憧れの先輩として雑誌やテレビで公言していた。 2006年に山下さんが主演を務めたドラマクロサギ TBSK の現代リメイク版が2022年に放送されましたが、その主演が平野さんと発表された際は、双方のファンが祝福していましたね。平野さんのジャニーズ入所についても、山下さん主演の連続ドラマプロポーズ大作戦富士テレビ系。 を見て興味を持ったのがきっかけの一つだったと2014年の毎度ジャーニーから BS9 時で語っています。前での女性史ライター2018年放送の火曜サプライズ日本テレビ系では平野がよく山下くんがバーベキューに誘ってくれるという話をしていたように両者の関係も良好。 しかし、平野のクロサギ主演が決まった際には、山下について不自然なまでに言及することはなかったのも、記憶に新しい。基本的にやめジャニーはテレビ局サイドのジャニーズへの忖度でなかなか地上波テレビに出られなかったり遠くでも出にくいところがあります。 それに加えて、山下さんの場合は、不祥事で一定期間の芸能活動自粛中に海外の仕事を優先して退場という経緯もあり、円満とは絶対に言えないやめ方をしている。そのため、現在もジャニーズサイドは彼に怒りを持っているとも言われ、よりテレビ各局は山下さんに対して強い忖度が生じているところがありますね。全道。 例えば TBS の場合、女優の戸田恵里香34が昨年11月20日放送の日曜日の初耳学に出演した際、強烈な忖度を感じさせる場面があった。同番組は下手がメインキャストだった2008年放送の山下主演ドラマ、コードブルー、富士テレビ系を紹介し VTR も流れたのだが、ドラマ本編の映像も、 キャスト紹介時の潜在写真も、主演の山下だけ徹底して写さないという状態だったのだ。四角続編ドラマで一人だけ声だけ出演。また、続編ドラマではこんな事態も。2005年に山下さんは安倍博358主演の東大受験ドラマドラゴン桜に特別進学クラス生徒役で出演。同クラスで生徒役キャストの長澤まさみさん。 35、中尾明慶さん、34、小池鉄平さん、37、紗江子さん。当時、紗江子、名義、36、荒垣結衣さん、34、ら全員が2021年放送の続編ドラマに過去の教え子たちとして出演したんですが、山下さんだけ声だけの出演という違和感だらけの措置が取られたこともありました。前での女性誌ライター。 2021年版では長澤のみ教師役でレギューラー出演。そして中尾、小池、佐恵子の3人は臨時コーチ、荒垣と山下は最後の最後に実は裏で協力していたという立ち回りでそれぞれ最終回にサプライズ出演を果たした。 しかし、荒かきと違い、山下は顔出しでは姿を見せず、メールの文章を山下が読み上げるという方法で約40秒登場しただけだったのだ。2021年版には現役ジャニーズで金プリの高橋海人さん24が出演しているという背景もあった。山下さんを出演させたい TBS がジャニーズと交渉して、 声だけ出演が最終的な落としどころだったと言います。2019年に厚生取引委員会の注意が入って以降、ジャニーズ事務所がテレビ局に圧力をかけることようなことはなくなりました。それでもテレビ各局には忖度の文化が根強く残っています。小ジャニー北川氏 去年87の課題問題とメディアの忖度関係が批判されている現状ですが、やはり今回の、グルナイでも、山下さんの名前が出てくることはないかもしれませんね。全能。間違いなく平野の憧れの存在だった山下。果たして、グルナイで、彼の名前が出てくることは近く、山 P に似てきたね。 平野仕様、予想外のミスに耳開きわたわたお茶目ムービー。平野は写真撮影だと思い込んでいたが、実際は動画撮影。それに気づいた瞬間にダイヤは手するお茶目な平野。